ひまわりの顔を描いて名札をつけてみました。作り方は今までと同じですが、ホッチキスの留め方を変えてみました。花びらの先を切り落とした後、開いて真ん中の折り目のところを横にホッチキスで留めます。それから花びらの根元を折りつぶしていきます。横にホッチキスを留めた方が折りつぶすときに簡単です。反対側も同じように折りつぶしていって、最後真ん中を押さえるときにホッチキスが横になっているので簡単に押さえられます。花びらを整えたら、子どもたちが描いた顔の絵を真ん中に貼りましょう。大きさは直径10センチメートルぐらいです。厚紙に描いたものに糊をつけて、花びらの上から押し付けるようにしてくっつけます。これに色画用紙で作った葉っぱをつけます。裏から葉っぱをつける場合は、こんなふうに細長い葉っぱ型にしましょう。ひまわりの葉っぱはハート型をしていますので、ハート型に切って花びらの上からつける方法もあります。葉っぱの見えている部分に子どもたちそれぞれの名前を書きます。葉っぱが名札代わりになります。これを教室中に並べて貼りましょう。夏休み前の教室がパッと明るくなります。